こんにちは。マネトレご視聴いただきありがとうございます。限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。進行は私、ガイタメ .com スタッフの徳本にて務めさせていただきます。またガイタメ .com 総合研究所の調査部長、神田さんに講師を今月もお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。5月だというのになんだかもう梅雨に入ってしまって。そうですね、ここ最近ずっと雨ばっかり、ね、早いですね。なんかね、じめじめしてます。為替市場の方はね、ちょっとドルがこの先どうなるのか見方が分かれ始めているところですので、ね、まあ、その辺も含めていろいろお話ししていきたいと思います。はい、でこちら早速なんですが進めていきましょうか。はい、はい、資料の方ですね。はい、今日は、マネーク相談ボックスへ寄せられたご質問ですね。はい、はい、FRB は早めにテーパリングを始めるのでしょうか。この場合ドルは上昇しますかということなんですが、はい、一般的に、まあ、市場にお金を流す規模がちょっとずつ減っていくということであれば、うん、その通貨は通貨高になるのかなというのが、う、ね、まあ、第一印象はそれで、間違ってないと思います。まあ、少しね、少しずつ掘り下げてみようと思います。はい、お願いします。はい、まずね、テーパリングって何なのっていうところからですよね。テーパーっていう言葉を聞いたことがあるかどうか分かりませんけど、まあね、先細り、先細る、先の方が細くなっていく、こういう印象ですかね。これをテーパーと言います。でそれテーパリングっていうのは金融用語では量的緩和の段階的縮小です。徐々にこう小さく先細っていくっていうイメージですね。中央銀行が資産改良を徐々に減額して最終的に改良をゼロにする、この手法のこと、ですね。現在、今のところですね、 FRB は毎月、まあ800億ドルの国債と400億ドルの住宅ローン担保証券を市場から購入している。まあね、コロナショックで、ちょっと経済かなり傷んでしまったんで、まあ、それを支援するために毎月総額で1200億ドル、まあ、市場から債券を購入するっていうことは、ほぼイコールで市場へその分の資金を供給する。資金ってドルですよね。だからドルを市場に供給してるってことですよね。でこれを少しずつ絞っていこうということですから、さっき徳本さんが言ったように、ね、今出回ってるドルを少しずつ減らしていくということですから、印象としてはドルを買うっていう、ね、ドル買い材料になりがち、こういうふうに考えられています。でですね、テーパリングっていうのは実は FRB は2014年にも行った実績があるんですね。まあ、2008年のリーマンショック、これで傷んだアメリカ経済を立て直すために FRB はゼロ金利と量的緩和を実施した。まあ、この時も量的緩和第1弾第2弾第3弾ってあったんですけど、第3弾の段階では一月あたり850億ドル、この資産を買い入れてました。でこれをですね、2014年1月に少しずつ減らそうということで、FOMC1 回ごと、まあ、だから、まあ、2ヶ月で3回ぐらいのペースですから、ごめんなさい、そうですね、 3ヶ月で2回ぐらいの FOMC ペースですから、まあ、FOMC1 回ごとに100億ドルずつ減額していって、まあ、9ヶ月かけてこれをゼロにした。850億ドルをゼロにした。これがテーパリング、2014年のテーパリングですね。でその前に、実はこのテーパリングを始めるにあたって、2013年の5月に、このバーナンキショックっていうのが起きたんですね。当時バーナンキ FRB 議長が、まあ、量的緩和を段階的に縮小しますよっていうふうに示唆した。これも議会証言だったんですけど、労働市場の改善が継続すれば今後数回の会合で資産改良を縮小する可能性があるって言ったんですね。で、まあ、やっぱりこれもちょっと余談なんですけど、当時からやはり、当時からっていうよりも伝統的になんですけど、 FRB はやっぱこの労働市場の改善が続かない限りは金融政策正常化に、ね、引き締め方向への動きはもう労働市場の改善が鍵になるっていうのはもう代々
続いているということですね。で、まあ、このバーナンキショック、まあ当然ですけど金利が上昇して、金利が上昇したんで株が安くなる、なんかつい先日もこんな動きがありましたよね。金利がたくさんもらえるんであれば、何も値動きのリスクがある株じゃなくても債券の方にお金を移しとけばいいじゃないかっていう見方になるんで、金利が上昇すると株が安くなる、で株が安くなるとリスク先行度合いが落ちますんで円が買われるっていうことで、まあこの債券安、株安、円高っていうのがこのバーナンキショックを引き起こしたんですね。これ1ヶ月ぐらい、なんやかんやで市場が混乱したという時でのが、この2014年の FRB のテーパリングです。でこれがその時のドル円と、アメリカの10年債利回りのチャートです。オレンジ色がドル円ですね、水色がアメリカの10年債利回り、ここが先ほどの2013年5月、バーナンキさんが、ね、テーパリングを示唆した。ここで金利がドンと急騰して、ここでドル円オレンジ色が一旦ガンと下がります。ただまあ金利が上がってるんで、ね、ドルはじりじりと戻していく、ドル円もじりじりと上昇していくっていうような流れになりました。まあ、これ見ていただいても、ね、7月初めぐらいまでは金利が上昇、ドル円が下がるっていう、ちょっとこう市場が混乱してた様子が伺えるかと思います。で結局のところですね、バーナンキさんが5月にテーパリングを示唆してから翌年の1月までテーパリング開始するまで8ヶ月も時間がかかった、ね、これがやっぱりその市場の混乱を引き起こしたがゆえに、実際に量的緩和を縮小するまでにこうものすごく時間がかかったという評価なんですよね。でもう一つ面白いのは、これもテーパリングが始まる直前に金利の方がピークをつけてるっていう点、ここは非常に印象的ですよね。まあ、この辺はこの後のところはちょっとね、この先に回しておいてこれ話を進めていこうと思います。まあ、こういうバーナンキショックっていう経験を踏まえて、まあ、今はね、FRB の議長パウエルさん、パウエル FRB 議長はやっぱりパウエルショックを起こしたくない、起こさないためにもやっぱりその慎重にこのテーパリングの示唆に動くんじゃないか、これが今年の2021年型のテーパリングになるんじゃないかなというふうに考えてます。まあ、つまりね、あらかじめゆっくり、こう市場に対話しながら市場に織り込ませる、ゆっくりゆっくり織り込ませる、そろそろそういう時期が来てますよっていうことをアナウンスしていくんではないかなというふうに思います。その点からいくとですね、前回の FOMC 4月の27日28日の FOMC なんですけど、この時にパウエル FRB 議長は、まあまあもう FRB の、ね、目標からかなり今乖離してるんで、一段の顕著な進展が達成されるまでには時間がかかる、金融緩和の出口について議論する時期ではないってもう明言しちゃったんですね。でまあ、さっき言ったように、そのゆっくり市場に織り込ませるつもりであれば、ね、こういう発言はしないはずです。でさらに、5月に入って、まあ、皆さんご存知かもしれません、アメリカの4月雇用統計、ね、100万人雇用が増加するって見られてたのが20万人ちょっとしか増えなくて、失業率はもう反対に予想外に悪化してしまったというような雇用統計でした。でアメリカの4月の消費者物価指数、これはものすごく年伸びて12年半ぶりの高い伸びで 4.2% も物価が上がったっていうことで、これはやっぱり早めにテーパリングやるんじゃないかっていう期待が高まったんですけど、まあ、この後ね、まあ、もう FRB のメンバーが、口を揃えてインフレの上昇は一時的なんだよと、これにすぐに反応して引き締め方向に動くことはないっていうことを皆さん言ったもんですから、まあ、市場はだんだん沈静化してきている、これが今の状況です。で先日4月小売売上高、これもね、アメリカ経済はその消費で持ってる個人消費が支えてますんで、
小売りの売上が伸びない時っていうのはやっぱり景気があんまり良くないって時なんですよね。まあ、もちろんその3月にものすごく伸びてたんでその反動で減ったっていうのもあるんですけど、まあ消費が小売りが増えると思われてたのに、マイナスだったと、これもちょっとショッキングな点でした。まあ、だからここら辺を踏まえるとね、やっぱり FRB が今すぐにテーパリングを始めるよってアナウンスするっていう可能性は低いように思いますよね。今まだね、そのテーパリングのヒントを与えないっていうことを考えると、今後どこで、そのタイミングが出てくるかっていうことなんですけど、もう次は6月の FOMC ですね。まあここではその経済と金利見通しを最新のものにこう更新しますんで、まあここは一つチャンスかもしれません。ただやっぱりさっきのね、この雇用統計が非常に弱かった。でその前ね、FRB は代々雇用を重視するっていうことお話もしましたけれども、この点を考えると次の5月の雇用統計が良くても1回だけではねなかなか信用できない。そうすると5月6月分の雇用統計も確認したいっていうふうに考えてるんじゃないかと思います。まあ、そうすると6月の雇用統計って7月の頭に発表になりますから、ちょっと6月 FOMC でテーパリング示唆があるっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと。まあ、早くて7月7月にはまあパウエル FRB 議長 の, その半期に一度の議会証言があるんですけれども、まあ、これまだ予定は決まってません。例年7月に行われるっていうことで、まあ、これはもしかしたらその雇用統計の後になる可能性はあるので、ここは可能性としてはあるかもしれません。で7月の FOMC っていうのはこの経済と金利の見通しが更新されませんので、このタイミングではちょっと考えにくいかなというふうには思います。でもう一つは8月、これはジャクソンホールシンポジウムっていうのは各国の中央銀行の人たちがアメリカの避暑地ジャクソンホールっていう場所に集まってですね、まあ、夏休み中に会議を行う、まあ、こういうイベントがあるんですけど、まあ、ここでもしパウエル議長もここに出席するっていうことになれば、ここも一つね、そのテーパリング示唆の舞台になりうるというふうに思います。で続いて9月の FOMC ですね。9月は21、22、まあこのあたり早くて7月あごめんなさい早くて、テーパリングの示唆は7月、遅ければまあ9月ぐらいなのかなというふうに考えています。でですね、一旦このチャートに戻ります。先ほども見たんですけども、実際にそのテーパリングが始まってもですね、まあ、ドルもあんまり上がらない、金利はむしろ下がってしまう。前回はこんな傾向だったんですよね。ここが2014年1月、ここが2014年10月、この9ヶ月間徐々にこう買い入れを減らしていったテーパリング期間中だったわけなんですけど、やっぱり金利は低下、ドルはまあほぼ横ばい。ここら辺の上昇っていうのはこれちょっと日銀が追加緩和があったんで、ドルが動いたというよりも円安だったっていう動きなんですよね。なので、まあ、ドルはもうほとんど動いてない、テーパリング期間中はあんまり動いてないっていう印象ですね。終了後に大きく上昇してるんですよね。うん、これは終了した後、ここはだからさっきも言いましたけど、日銀がね追加緩和、量的緩和を拡大したタイミングでしたから、まあ、ここから今度円安が加速してって、ドルが高くなったっていうよりも円が安くなって125円まで上昇したっていうことでしたよね。まあだからここら辺を見ていくと、やっぱりテーパリングも示唆の段階、実際に始まるまでが、まあ、お祭り状態で金利も上がりやすくて、まあ、ドルも上がったり下がったり、するんですけど、実際に始まってしまえばもうその、ね、織り込み済み、材料出尽くし、こんな評価になってしまうんだろうと思うんですよね。これってやっぱり為替市場よくあることなので、
まあ、今回も同じようなケースになるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、つまりですね、テーパリングの示唆、パウエル FRB 長がどこか7月か8月か9月か分かりませんけど、テーパリングの示唆があればおそらくドルは上昇することになると思います。で、まあ、そこから、ね、前回みたいに8ヶ月かけてテーパリングが始まるってことはないと思います。もう少し短くなると思うんですが、まあ、実際に始まれば織り込み済みでもう材料にならず、あんまりドルは反応しない。で、このタイミングで市場の関心はおそらく利上げに移っていく、ね、利上げがいつになるかっていうところに移っていくと思います。まあ、すぐに利上げがあるっていう見方が出てくるとドルは上がってくる。でも、ね、テーパリングはしたけれども利上げはまだまだ先だよねっていう見方になってしまうと、結局ドルは下がっていく方向になるんじゃないかなというふうに思います。結局のところ、まあ、利上げももう実際に始まってしまえばおそらくテーマにはなりにくい。利上げするだろうしないだろうって言ってる時がテーマであって、実際に利上げが始まればもうテーマになりにくいっていうのはこれまで散々経験してきたことですし、まあ、為替市場はいつもね、先の先を見て動く、まあ、こういういい例なんじゃないかなと思います。まあ、これが今回の、テーパリングに関するお話でございます。以上になります。ありがとうございました。ドルは、ね、このところちょっと弱含んできている状態なので、うん、この後ちょっとどう動いていくのか、そういったところも含めながら、そうですね、はい、まあ、7月以降じゃないかなと、6月はちょっとあまり動かないかなっていう気がしています。はい、2021年の下半期ですね、はい、どう動いていくか楽しみです。はい、では神田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではこのマネイクトレーニング、マネトレは原則毎月1回公開予定となります。それでは来月もお楽しみに。本日もありがとうございました。